こんにちは、グリーンです。今日の動画はですね、9月に購入した漫画を紹介していきたいと思います。今回はですね、少年漫画編ということで、9月に購入した少年漫画を紹介していきたいと思います。はい。9月に買ったのは少なかったので、ちょっと短い動画になってしまいますが、よろしくお願いいたします。まだ、ね、チャンネル登録してない方はよかったらチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは早速動画スタートです。はい、ということでね、一冊ね紹介していきたいと思います。まず一冊目がこちら、ブレイブベル一巻でございます。原作がメーブ先生で、漫画が小金さんですかね、先生ですね。最強の兄かける異能の妹、新時代の異能力バトルサスペンスということで、メーブ先生は悪魔ゲームの時にね、多分同じ人たちかな、違うか、勝手にそう思ってたんやけど、もしかして違うかもしれない。気になって新刊だった一巻だったんですけど、気になって購入してきました。高校3年の真田は頭脳明晰、運動神経も抜群、困っている人には手を差し伸べる優しい性格の持ち主。しかしヤクザの息子というだけで周囲の目は冷たい。家族だけが唯一の心のありどころだった。だがそれは突然奪われた。降りしきる雨の中、殺戮の爪痕が残る家で、真田は一人復讐を誓う。これはヒーローに憧れた少年が謎の巨大組織に挑む英雄譚。シューマガアンケートで2話目がすごいと大反響で、まあいろいろね、なんか人気みたいで、ツイッターとかでもね調べたら評価が高かったので、ちょっと気になったので購入しました。はい、続きまして2冊目はこちら、ブルーロックエピソードオブナギ3巻でございます。まあナギとレオのねスピンオフですね、番外編というか、イサギと別の時間軸での起きてた話をね描いております。ちょうど今イサギと戦ってる時じゃないかな、試合が。なんでなんか見たことあるなと思いながらも、あのレオとナギの会話とかもね楽しめる作品ではないかと思います。あ、そんな会話してたんだみたいな、楽しめると思います。はい、続きましてこちら、ブルーロック26巻でございます。ポストカードね入ってて、僕2個が好きなんでね、これ選んで買いました。シーソーゲームの VS ユーバース戦ということで、まあ、世界戦ですね、個人決闘。またブルーロック、あれなんですね、3D ゲーム始まるんですね。事前登録開始ということで。発想、努力、センス、肉体、戦術、連携、ストラカーよ。ゴールがなければ全部ゴールってこと。どうなっていくのかね、楽しみですね、ブルーロック。今のサッカー漫画では一番おもろいです。はい。続きまして、こちら。ドラ8、2巻で。ツイッター1話投稿時インプレッション160万超え。このルーキーずるすぎて最高。超話題プロ野球サクセスストーリーってことで、まあ、ドラフト8位で入ったね高校生の主人公が1年目で MVP を取るぞと、ね、宣言したというね、まあ、その宣言した理由にはいろいろあるよと、まあ、話です ね、まあ、ね書いてありますね。ドラフト8位の高卒捕手黒金八郎は紅白戦でのプレーが評価され、ついに一軍キャンプに合流。カーボンズには絶対的正捕手がいたと、不可能と思える開幕マスクを手にするため八郎が繰り出すあの手この手の作戦とはということ。楽しみですね、どんな作戦が出てくるのか。はい、続きましてこちら、青のビブロ10巻でございます。
青木新選組の物語テレビアニメ化決定、おめでとうございます。時代を超えた深い共感で生きる勇気ということでね、安田先生の作品はあれじゃないですか、デイズ、オーバードライブに続き3作目かな、テレビアニメ化素晴らしいですね。以前ショートでもねあげたんですけれども、まあ、一応安田先生の作品は全部ね読んでるんですけど、まあ面白い、どの作品も。黒猫ダンスも好きでしたよ。沖田とかの出てくるお話なんですけど、ぶつかり合う互いの信念と未来への思い、男たちは衝突以外の進み方も知らないということで、理想のために前に進むということです。はい、本当におめでとうございます。楽しみですね。今からどんな新選組のアニメってあんまね少ないからすごくいいと思います。はい、そしてお次はこちら、エデンスゼロ28巻、最終章ユニバースゼロ編大反響ということで、2週目の青いコスモスで最強の呪力使い2人が共闘。はいですね、2週目、名前なんだっけ、ドラッケンのとシュラですね。同じね、あの重力を使う技をね使うキャラですね。もう最終章なんやな、それは。まあゆっくりね、まあ、フェアリーテイルからずっとレイブとかね読んでる好きな作家さんなのでね、楽しみに読んでいきたいと思います。はい、続きましてはこちら、レッドブルー7巻でございます。おお、すごいです。世界初2団体王者堀口恭司選手絶賛ということで、自分を助けてくれた子にリベンジするため MMA の練習をして強くなりたいというストーリーが面白い。私はこのような気持ちで格闘技を始めたわけではないですということで、ベラトールとかライジンでね活躍されてる今堀口恭司選手のね、まさか帯、前回がヤマスドミネーター選手でしたね。この方はね UFC とかでもね戦ってた方なのでね、本当に強い選手ですね。今はバンタム級からフライ級に落としてね、体重を落として試合してますね、はい、今 MMA 甲子園準決勝ですね。最近こう MMA の漫画がね結構格闘技系というか増えてきて、あの週刊少年ジャンプでね連載されている安住かけるしかり、まあ、レッドブルの方が早かったんですけどもね、すごいですね。とか格闘系だと、まあね、サキュバス&ヒットマンっていうね書店さんから出てるね作品も結構格闘系、プロレスとかいろんな格闘系にねの話の漫画でね面白いです。アクションがやっぱいいですね、漫画でもおもろいっていうのが大事だと思います。はい、そしてね少年編ラストこちらです、黄泉のつがい5巻でございます。鋼の錬金術師の荒川博夢先生最新作、友は敵に敵は友に覚悟はどこにということね、累計180万部と、次に来る漫画大賞2023コミックス部門第2位ということで、ありがとうございます。単行本2大キャンペーン開催ということで、なんか忘れてしまいそうやな、つがいバトルでございますね。まあこれはどうなんだろう、人を選ぶ気もする、内容的には僕は結構好きですけど、はい。というわけで今回ね少年編、9月に購入した少年漫画は8冊でございました。9月は結構少なかったかなと思います。集英社がねまずなかったっていうのはね自分でも驚きです。まあ、ジャンプとかは買ってるんであんまり単行本は買ってないんですけど、まあ大体なんか月に1冊ぐらい出てる気がするので、
でゼロなのは驚きですか。まあそんな感じです。はい、次回はですね、9月に購入した青年漫画編でお会いしましょう。はい、ということでこの動画が良かったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。では以上、バイバイ。